爪魚雷鬼。少量、なぜ俺についてきた？私、これか、いや、くだらん、今、ここ、し、そういえば、し、ちょ、は、父上、これ、呂麗鬼、鬼神と称えられる呂布の娘である。父が洛陽や長安で暴れていた頃、彼女は宮中にいた。戦場に立つことを許されなかったのである。呂布が流浪の身となった今、彼女は将となることを熱望する。お前の力などいらん、足手まといになるだけだ。わしに何の用だ？お前は今炎章と揉めていると聞いた。さっさと兵を出す。炎章様、長炎率いる族は各所に布陣。どうやら国産の輩など我らの敵ではない。生たちよ、名族の戦を見せてどうだ。雑魚が俺に指図する。気に入らん。
まあいい、この戦好きに暴れてやる。本陣でおとなしくしていてもつまらん。俺は前に出るぞ。何を召し上がりますか？またのお越しを。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。野郎ども、ここは俺らの縄張りだ。炎章たちに国産の力を見せてやれ。縄張りを奪われちゃった。ここに国産の毒は倒れた。我が維新遠家の栄光は一層輝きを増したな。勝利をこの手に。呂布よ、これから戦を探すだけだ。炎術も炎章も董卓を暗殺しようとするやつ。私は鎮竜大使張伯殿といささか彼の説得により炎州にいる。ふん、そうそう、慌てて帝都まで戻ったか。行くぞ、やつを遠州から追い払ってやる。何やら辺りの港が騒がしいんだ。ここはオイラたちの国だぞ。おめえらみんな追い出してやるだ。よさこの野郎、こすっからい真似しやがって。わしがぶっ飛ばしてやる。ルスを狙いとは獣らしい浅はかさよな。貴様なぜ元首を渡すと思うたか。
ここで死ぬ。周囲を警戒しつつ防御陣形を展開せよ。ふん、無様だな曹操。遠州はもはや俺のものだ。見事、見事。この徐州を治める劉備はその人柄を認められ前の君主董賢より地盤を受けつ。皆様、留守番の張飛は劉備留守に可否を奪う。助手を俺国にしてやる。しこれよ。気持ち悪くて動けねえ。両の野郎、兄者の恩をあだで返そうってのかよ。差し向かいで消し飛ばしてやる。助手はこれで我らの呂布殿。助手を取ったまでは
州を手に入れた。次は曹操だ。剣術が助手に進。この俺が敵を潰さずに仲裁だと。くだらん。さっさと終わらせるぞ。剣術軍は可否の近くまで攻め入っているか。まずはそこより味方を救援していこう。わしに盾つくとは愚かな。劉備もろとも滅ぼしてくれるわ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。こっちに背を向けて、いい気なものね。じゃあどう痛めつけてやろうかしら。両夫め、邪魔をしおって。わしの計画が台無しではないか。くだらん戦は見飽きた。剣術、兵を引け。さもないとここで切り捨てるぞ。剣術、劉備。貴様、呂布殿、劉備が曹操の招きに応じ、それを機としたのか、曹操の軍勢が。曹操の先鋒がすでに徐州に入りつつあるとのこと。早急に演術。との同盟を結びますぞ。いざいざ受信へ参りましょう。くだらんことは全部お前がやれ。俺はただ敵を蹴散らすだけだ。ここで散る。曹操は我らの動きに気づいているはず。奴らの介入には気を配らねば。曹操軍、やはり来たか。お前たちの相手、鬼神の娘が務めよう。決めてやろう。殿の命を果たせませんでした。数ではこっちが。よ。
私は各方向お相手を願おうか。この人を好きにさせるわけにはいかん。少々手荒な真似をしても呂布と炎術が組めばどうなる。ごめんよ。剣術と組むか、呂布らしくねえな。まあ、俺がここで止めちまうんだけどよ。まいったぜ、ここで負けるかよ。ここで散る。次はこうはいかねえからな。同盟が結ばれるなど悪夢だ。なのになぜ俺は止められない。曹操軍は全て片付きましたぞ。これで炎術も我らを迎え入れるかと。つまらん戦だった。さっさと呪春に向かうぞ。呪春にたどり着きましたな。そう、炎術殿との会談に臨みましょうぞ。ふん、全部お前が済ませろ。俺は何もせんぞ。何？貴殿のおかげで無事に炎術との同盟が結べました。改めて、しかしなぜあの急な婚姻話。あの時はただ
父上が望む戦をできればと思ったのだ。私が婚姻に応じるといえば全てが丸く収まる。誰かの嫁になりたいなど考えたこともない。曹操を倒したら。それはつまり演術に嘘つきと罵られようとも構わぬ。私は父上に心から満たされる戦をして、そしてその戦で先頭に立ち、鬼神の軍を勝利へと導きたい。今曹操と劉備がすぐそこまで迫っております。しかし呂布殿は押し返さず、そのような振る舞い、軍師として看過できませぬ。すぐ、いや、援軍はいらぬ。この戦こそ父上の望まれ。陳旧、今回は父上の好きなようにさせてあげてほしい。鬼神の部を存分に震えるようにすること、それこそ我ら臣下の役目ではないか。将、鬼神とその娘殿の願いを叶えられるのは。すまぬ。曹操と劉備の連。この俺を止められると出るぞ。曹操を叩き潰してやる。戦場では多角的な視点が必要だ。あちらの様子も確認してこよう。目の前の敵を倒すことしか考えぬか。それで乱世を渡れると思うな。ここまで来たことは褒めてやる。だが我が機関がある限り、この国は取れんぞ。ここで散る。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。キングはさすがの凄まじさよな。やはり貴様はここで死すべき男よ。負け惜しみはそれだけか。そうそう、死ぬのは貴様だ。呂麗騎は父と共に可否城に攻め寄せた曹操軍を粉砕した。だが喜ぶ間もなく曹操軍の加勢が押し寄せる。もはや呂布軍に抗う力はなかった。呂布は処断、呂麗騎は捕らえられ巨匠に護送される。彼女はそこで無為の日々を過ごした。もはや父はいない、そして戦う理由もない。鬼神の娘はこのまま終わってしまうのか。あの戦より早いくつき、
ようやく巨匠へ運び込むことが許されました。呂布殿の冒天劇、おそらくは唯一の形見でありましょう。この獲物を自在に扱い、父上は乱世の鬼神と呼ばれたのか。一度も手ほどきを受けられなかった。戦いを知らずに生きてほしい。私はその思いを踏みにじってしまった。今より呂布殿のご意志に従い戦いを捨てる、そのような新しい生き方もありましょう。そう考え迷っている。だが一度歩み出した道から中途で逃げ出す方がよほどの親不孝だ。私は最後まで戦場をかける。鬼神の娘は乱世を生き抜いてみせるぞ。